く休みなのに目覚ましかけっぱなしだった。いいよ、どうせ早起きして洗濯とかするつもりだったし。ちょっと失礼するよ。パンツ丸見えだぞお前。スカートなんだからしょうがないじゃん。そういやお前ずっと制服だな。これしか持ってないし、洗濯はちゃんとしてるから汚くないし。